皆さんこんにちは、エレナです。今日は私の、お友達で女性経営者でも大活躍する大尊敬している、松岡花子さんに登場していただきたいと思います。花さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、花さんはですね、なんと創業20周年を迎える、ネイルサロンを多店舗展開しているオーナーさんなんですけれども、株式会社ティアラグレイズ代表です。はい、花さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、花さんとの付き合いはもう15年ぐらいですかね。なりますかね。確かにねえ、これあっという間に。そうですよね。本人ももうもっと前に知り合っていて、当時ももう本当にネイルサロンを多店舗展開してバリバリこう働いているすごいかっこいいお姉さんって感じだったんですけど、今では店舗が14店舗とネイルスクールが3スクールと、商材ジェルとかネイル商材 のメーカーもされているということで、すごい多岐にわたった授業だと思うんですけれども、なんか簡単に花さんのここまでの道のり、ざっと教えてもらってもいいですか。はい、そうね、本当に気づいたら今年で、1人で1店舗目をオープンしてから、創業20年ねえ、会社設ねえ、はい、会社設立からは、今年で16年目になるのかな。で、私もともとネイリストでやってて、それこそ、結婚して子供が3歳の時に1店舗目を出したんですけど、まさかこんなに増やすとは思ってもなかったし、でも早々にサロンを出した後の1年後ぐらいに、スクールを出したんですね。で、そのスクールで卒業生が育っていて、その卒業生がうちのサロンで働きたいって言って働いてくれたんだけど、どんどん卒業生が増えていくうちに働くお店が足りなくなって、でその生徒さんが働くお店を作っていったのが、店舗展開のきっかけで、そうだから、増やそうと思って増やしてきたわけじゃなくて、気づいたら、なるほどっていうのはかな、でもそこから本当にこう人が増え、店舗が増え、14店舗、そして女性社員が100名だった時期もあるじゃないですか。そうですね、今ちょっとね、もあるけど、一時は確かに100人も超えた時ありましたね。そうですよね、もう全員女性ってことですよね。そう、全社員うち女性なので、すごいですよね。じゃあそこまでを、全然こう意図しないでそこまで行ったって感じですか。いや本当に何だろう、流れに任せてきたじゃないけど。花さんは本も2冊出されてるじゃないですか。なんか今までこれまでのその20年間経営していく中で、そのターニングポイントになった時期とか、なんかどんなことがあったかっていうのはありますか。もうターニングポイントだらけだけど。そうですよね、わかります。はい、でも本当なんだろうな、やっぱり震災の時はまずすごい辛かったし、そうですね、その頃でも、その頃、震災の頃すでに50スタッフが50人ぐらいだったのかな。でそれまではなんとなく、またね、無理だったら やめればいいやじゃないけど、もちろんちゃんと頑張ってもきたけど、いつやめちゃってもいいやぐらいの気持ちでやってたんだけど、震災の時に、どうしようと思って、会社に余裕、ストックもね、プール機もなかったし、そうした時にこのままじゃいけないと思って、そこでこう経営者としてなんか、頑張っていかなきゃいけないなってすごい思った部分もあったんですけど、でそれから、やっぱり今回の
コロナを経験して、震災の時はすごい辛かったけど、どう頑張っていこうかなとしか思ってなかったんだけど、コロナの時は正直その場でもちろんスタッフにも言えなかったけど、やめちゃった方がいいのかなってことが初めて起きて、そう本当にね、やっぱりあの時の打撃は大きかったし、いや本当にそうだと思います。なんか、その、まあ、震災の時でもすでに50人、自分のことだけじゃなくてそのスタッフの人生とか、あのスタッフさんってあのご家庭ね、お子さんいる方とかも多いじゃないですか、本当に女性に、女性が働きやすい職場環境、会社を本当にあの気づかれていて、なんかその話もお伺いしたいんですけれども、あのそのスタッフたちをの人生も背負ってるじゃないですか、ある、だから気づいたら全然自分だけのもう判断じゃない範疇を超えるっていうその経験でも、そこを、まあ、いわゆるピンチをチャンスに変えてきてると思うんですけど、そこのその時の花さん の、 そのマインドセットというか、まあ、もちろん今もですけど、なんか何をこう軸にこう立て直していったというか、その気持ちで、ね、でもやっぱりすごい自分の仕事、仕事というか好きだし、楽しいし、好きだから頑張っていけるっていうのはあると思うんだけど、でも本当に究極に辛い時は、やっぱり父に相談するんですよね。で今回も、本当につらかった時にどうしたらいいみたいな、でも結構父って、大丈夫だよって、まなこちゃんは大丈夫だからって言ってくれるんですよね。だからもう実体的に応援、自分を受け入れて応援してくれる存在であり、確かにお子さんも経営者でした。そうですね、そうで、コロナの時はさすがになんか父も、ね、ダメだったらやめちゃえばいいんだよみたいなこと言ってくれて、まあまあね、だからってやめたわけじゃないけど、それを言ってくれた時にちょっとなんか救われたじゃないけど、でもなんだろうな、それよりもやっぱりみんながいるからっていうのが大きいかな。なんか花さんにとって仕事とは何ですか？仕事ですか？でも本当仕事って思ってない、もはや好きなんだと思う。だから例えばもう1週間休んでいいよって言われて、でも、仕事のことしてしまうと。わかります。そうじゃない、本当に同じ、本当に同じだから、もう今、有り余る時間もお金もあっても、多分今やってること変えないっていう。そうだよね。そうなんだよね。私もだから今回、ともちゃんのね、こういうお話するってなった時に、考えてみたら、やっぱり好きなんだよね。仕事の何が今やって、まあ、仕事っていろいろ世の中にある中で、花さんが今自分の仕事をそれだけ好きで打ち込める要素というか、何が好きなんですか、今の仕事の。やっぱり喜んでもらえることに、喜んでもらえること、まあ、スタッフからもそうだし、なんかお客さんをメールで知らせできるし、喜ばれたいんだと思う私も長年花さんと付き合いさせてもらう中で、もう本当に女性にモテる女性というか、すごい、まあ、ある意味中身が男らしいじゃないですか男らしいとしか言われないそう、あの花さんも私も、まあ、前回あの対談出てくれたあのゆかちゃんも花さんの共通のみんな友達なんですけど、そう、みんな本当に男らしい人が多いというかで、何でしょうね、あの安心できるんでしょうね、この人についていきたいってあの思うのがすごくあると思うし、あのスタッフさんからそういう、私もスタッフさんともねお話ししたこと何度かあるんですけど、本当にそんな風に思われてる社長なんだなって思うんですけど、そういうその、まあ、女性スタッフをそれだけまとめ上げて、
まあ、導いていくために、うん、花さんが意識していることとかありますか、うん、あと接し方とか、うん、そうですよね、まあ、本当私もまだまだね、日々まだまだいろいろ考えるけど、いやいや、うん、でもやっぱり、私何もできないですよね、うん、ネイルもできないしパソコンもできないし、うん、まあそうなったら本当に、みんながいないと何もできないから、うんうん、やってくれるみんなには本当に感謝でしかなくて、うん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 、ね、だから感謝の気持ちでいる自分はいるかな、うん、感謝をどういう風に表現してますか？そうだな、だから、うん、まあ、常に言葉でも、ね、うん、メッセージでもありがとうってことは伝えるし、うんうんうん、あと、まあ、やっぱりコミュニケーションだよね、やっぱコロナでなかなか行けなくなっちゃった部分もあるけど、うんうん、食事会やったりとかみんなと、ね、うん、お話しする機会を設けて、まあ、よくうち店長とかにも言ってるんだけど、うん、みんなに大好きになってもらってねって。あ、へえ、うん、そうそう、私の大事なスタッフだから怒らないでって言ってて、うんうん、まあそれがね、すごい大事というか、花さんの本、あの時も対談をねしたので、過去の YouTube をぜひご覧いただきたいと思うんですけれども、うん、あの本もすごく良くて、特に女性経営者で女性スタッフが多い方とかには本当に参考になると思うんですけど、花、うん、さん怒らないんですよ、うん、ね、そうだから、うん、ね、自分もだけど、ね、嫌いな人の言うことってあんまり聞きたくないじゃないけど、うん、やっぱり好きな、ね、うん、との信頼関係ってあると思うから、まあでもそこがね、本当に全てをね伝えないっていうわけじゃなくて、伝え方がきっとあると思うから、うんうん、まあ怒るにしても、うんうんうん、伝え方ですよね、はい、うんうん、嫌な気持ちにならない、やる気になるような、そうそうそう、ね、そういうことはなんかどこかで花さんは学んだのか、うん、なんか自分で工夫してどんなことを工夫したのかっていうのはどうですか？やっぱり、ね、最初は一人で店舗目やってて、うんうん、どんどんこう人が増えていく、ね、うん、女の子たちがどんどんこう増えていった時に、うん、全てのわがままを受け入れようじゃないけど、うん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 、全て受け止めようみたいな。だから男らしいなって思うかもしれない。なんかこう彼女がいっぱいいる。あ、そうかもね。みんなをいい気分にさせて、みんななんか特別って思ってもらうようなコミュニケーションが本当になんか上手だし、本にも書かれてた、お客様をお姫様っていうフレーズも、まあそれがその最初お客様だったのが、なんかスタッフがみんなお姫様って思ってるような経営っていうのもすごく響いたんですけど、うんうん、ありがとう、素晴らしいです。最後に、はい、さんがもう経営する中でこれだけは大事にしてるってこととかありますか？なんかまあこう迷った時に決めるのは、うんうん、そのみんなが楽しいか、儲かるかとか、そういうことじゃなくって、これをやった時にみんなが幸せになれるかっていうところかな。いや、だからそこですよね。本当に本当にそれだと思う。やっぱりある程度の規模をこう、うん、まとめてる方っていうのはもちろん自分もだ、もうそこはもちろんだと思うんだけれども、うん、そこにいるみんなのためになるか成長できるか、なんかそこのこう視座がすごい高いというような気がしました。うん、うん、なるほど。じゃあ花さん、今日は素敵なお話ありがとうございました。いやいやいや、ありがとうございました、はい。YouTube はここまでとなりますが、ここからは私のオンラインサロンでちょっとさらに、踏み込んだ話を、プライベートの話とかお金の話とかしたいと思いますので、はい、よかったらそちらもご覧ください。花さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。